こんにちは。今日は、2月8日締め切りですね。こちらの、中学生のこちらのね、校室を書いていこうと思います。もうね、校室っていうかもうペンですのでね、ペン字の参考にしてもらえればっていう感じなので、中学生のお手本ですけど、あの大人の方もね、ぜひあの参考にしてください。本の方を折るといいんですけど、ちょっと今日は本のままなので折れないので、こちらの書く方の紙をね折っちゃいました。探査機ですね。これ、余白の部分を見ていきましょう。結構空いてますよね。こういうところしっかり見ておいてください。こう入ってこのぐらいな感じで、こちらへ横へ来るような感じですね。こう上からですよ、グッと下がってドン、上からキュッとしたら左をしっかり出して右はあまり出さない。でこういう感じで来て、下ここがあのちょっとね、ここよりも少し長くなってますね。こう来といてドン、そしてこちらが重くなるような感じでこうです。さあでこちらからさです。下からギュッと突き上げて、こうこちら直線的な感じからのこういうことです。かなり横に近いですよね。ギューッと横に引いておいてこうです。これがキュッと上に、横のこの角なんていうのはもうほとんどなくなってしまうぐらいです。スッと来て、ここでしっかり止まっておいて、こうトーントーンギュッっていう感じですね。木ですよ。木はこう、木片はねこうちょっと反るような感じですね。こちらギューッとね、それからトントンで糸のような、このこれですけど、こう1個目2個目はこういう風になります。崩れるとね。で1、2、そこからここ直線に近いですよね。かなりギュッこうです。でこう方向よく見ましょうね。点はちょっと遠めな感じですね。はい、はやぶさ、鍵括弧がこう来て、はやぶさですね。こうして下からちょっとつながりを持たせておいて、早めに曲がってこう、矢はふっくらとしておいてトン、トン、フです。トン、こっから近くに点、遠くに大きく点、こんな感じですね。サーバーね、キュッとこうしといて、こちらに少しカーブするような感じです。でこうですね。で2です。がえー、小惑星と書いてありますね。小はちょっと背骨がこう曲がってるような感じです。でこうして、こうになるんですけど、さっき負で書いたみたいに点がこうになってる場合ね、小ね、小がそうなんですけど、左側が近いですね。点が近くなって右側が遠いんですよ。こういうところに差があるので、その辺をね真似てください。で惑星短めにしておいて、こう置きますね。ちょっと斜めに下がってきてドーンで、2段階でこういくようなイメージです。こういうところで、こちらもまっすぐに近くてこういう感じで、こうドーンで、こちらからこういう風に来てトントン、はい、2つの点はなるべく離そうとするように、星という字書きます。こう内側にこうキュッとしておいてトントンですね。これがね特徴的ですよね。こういう風にして、こういう風にで、ここから右あまり出しません。ここね、左
左はこうこれぐらい長くて右がほとんど出てなくて折り返します。で今度は左があまり出てないようにして右がこうやって出ていきますね。こういうところはねしっかり見ておきましょう。かなり小さく見えます。こうもう上からですね竜グーえののですね、のはこうしといてやっぱり真ん中で切るような感じがいいですね。トントンってあってこれあまり高さに差がないですよね。あのここはねあまり高さに差をつけません。1,2 でしょ。こう来て縦が来て横横ってくるんですけど最後のここここでは平行を崩すような感じですね。こうこうってまあ大体一緒なんですよ。でそこここだけがかなりこうに来てでここの上からですけどこうやって払ってくる。これこのねここの角度のこの違いをね全部違う方向向いてるような感じにしてあげるといいです。まずはじゃあトントンとまたいでください。こうしてで 1,2 縦 3 横で C が下から行きたいんですよ。こうでここ左側を長く右側をあまり出さないっていう風にしたらこうです。こんな感じです。こうもう直線ですよね。ギュッと持ってきてでそうすると今この段階で左がこうしっかりこう出てますよね。で今度右の番です。これ楷書では結構こう下に来るようなこの辺に来るような感じですけど少し右にずれます。あのずれて構いません。あのこちらね左をこういっぱい出してきたのはこう右にずれてもいいようになんです。こう来てこういう風にして、うん、こっち側こうに、ね、なってますよね。はい陸という字こう上に上がってこう今度はちょっとこちらが飛び出てるかなっていうぐらいこういうラインですね。真下にこう揃ってないですよね。ちょっとこう斜めそしてこうしといたら 1,2,3 こうしてこうしておいて 1,2,3 こっち側をねしっかりギュッと持っていきましょう。2ここを出してあげるように少しこういうラインで持ってく、はい、成功した。成功という字です。もうね平成が終わっちゃいましたけどこう縦目にします。それでもまだやっぱり書く機会がねこの字あるんですよね。結構ね縦にしておいて、こうですねこのあたりに少し隙間ができるような感じにしたいです。これはあの扁平な感じギュッとなってますよね、うん、でここもですまっすぐに近い。これはギュッともっと張ってもよかったな、うん、ちょっとまあまあでもいいかこのぐらいな感じでもいいです。こうしてこうこれがぶつかるラインがどのあたりか見といてください。下ねちゃんと開けてくださいね。でこうです。1こっからこうして今度はこっからギュッと持ってきてあまり頭がここはね出てなくてこういうライン下です。え？トントンってあって下から上にこうしてこのくらいですね。でのです。こののはこうしておいてこんな感じでこの辺に来てこういう感じスッとした感じでね綺麗ですね。あの大人な感じですね。もっと長くしたいですね。ここ長くなってるのでね一画目縦目ラインでこうしたらここ下をやっぱり開けるような感じでここから斜めにもうこの辺りまで持ってきちゃいましょうか。こうしてギュッと持ってきてで
押して遠くです。せーかですね。上から頭入れたらスッと抜けています。こうしておいて、うん、ここからのこういう風に上がってきます。こうしてこの辺点、こちら大きめ、わーわーこちらからこう持ってくるような感じにしておいて、上からキュッと、ここにね隙間ができるといいですね。人類、人という字がこの辺りから入ってます。こういうラインかなりまっすぐですよね。でこう落ちてきて、類という字です。トントン、こうして縦ですね。こう払いますけど、これつながってるような感じ。これもまっすぐにギュッと来て、すぐにこちら横に行くような感じですよね。でそこからこちらに行きます。ギュッとん、こういう感じで、それでこういう風にここしっかりとこちらね引いて、右側をこう膨らますような感じがあるといいです。でここからこう、でこういうところはここからしっかり書くっていうよりはもうこの辺からこういう風に膨らみを持たせてあげると、少しこうあの行書が入ってるのでその方がいいですね。人類共有、今日こうして1個目、2個目頭上にいっとくようにしてこうに引きますね。からこう共有、こうこれたあの縦が先です。縦が先で、そこからの横にこうに行くようなイメージですね。でこうです。でも横はふわっとさせながらこういう感じで持ってきて、トントン、そうですね、これもっとずらしてもよかったなっていう感じです。かなりこう右にずれてますよね、月の位置がね。これ私ちょっと真ん中に乗せすぎちゃったかなっていう感じです。その辺も見てくださいね。のですね、こうしてこういう感じですか。字がねこういう風にかなり曲がってるんですよ。まずはここのねこちらに貝が来てますけど、こういう風に来て、ドンドン、でこうですね。その後こうかなりもうちょっとあっていいかな。で3、ここでしょ、立つという字なんですけど、ちゃんとトントンってこういうのがあるように書くこと、なんかちょっとわけわかんなくなりやすいので、トントンって書いてるよっていうのを見せてください。でここからストーンで、ここ同じような動きがありましたね。これ星という字のこの下の部分、生まれる、少し縦めな感じで持ってきます。立てておいてキュッ、そして右寄りになってますよね全体的に。このあの左はねこの出がしっかりこうありますけど、こちらはこういう風に持ってきたいので、最終角がこういう風に出っ張ってくるようにこのラインを目指します。であるで、あるちょっとかなり小さいですね。はい、こんな感じでしょうか。はい、ではねよく見て、何回もまあやってもいいんですけど、あの疲れるのでね、あの集中していきましょう。はい。